短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭はノーザンツイスト。残り 200m、 先頭はアグネス・シェル。カフェウィンド必死に追いすがります。ゴールドティアラ、アグネス・シェル追いすがります。ゴールドティアラ、ゴールドティアラ1着、2着にはどうやらアグネス・シェル、見事に勝ちました。ゴールドティアラ、ノーザンツイスト完敗です。着外に沈みました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はスピードワールド。残り 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 スピードワールド粘る。一気に鶴丸剛。スピードワールド、スピードワールド1着、2着にはどうやら鶴丸剛。スピードワールド見事1番人気に応えました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭は河内大王。河内大王先頭。残り 200m、 河内大王先頭だ。河内大王先頭。2番手はエアドライバー。河内大王1着、河内大王1着、2着にはどうやらエアドライバー。これが G1 馬だ。河内大王